けんか。そうそうそう、ちっちゃちっちゃそしてコンボ、コンボ、おー、おいしそう、コンボ。はい、ここが一番なゴルフコース。そう、あとこっちにドッグランがある。これハンバーガー、あとチリドッグマン。残念、ピザ売り切れ、ごめんなさい。やってなかった、断水、ピザ売り切れ。あれ、オッケー、素晴らしい。チーズピザ十何ドルもすると。穴場でしょ。この携帯が売ってるの、よく売ってない、コンビニで売ってない、売ってない。そんな中で、ミラー、ハイネケン、バッドライト、撮ってないよ、撮ってない。すぐ財布とか置いてっちゃうんだよね、この人。おいしそう、おいしそう、ちっちゃちっちゃ、うん、そしてコンボ、コンボ、おいしそう、コンボ。でも王ちゃんが期待してるソース多めっていうの忘れてない。ええ、普通でいいです。だって王ちゃんソース好きです。いや、普通がいいです。じゃあ行ってみる。うわー、これ生地も結構発酵させてる。テンション上がってます。結構ちょっと時間が経ってる。このお肉なんだろう、ちょっと匂い。長期熟成生地。あ、これなんだろう。あ、いい匂い。うん。おいしい。このピーマンがね、アメリカのピーマンなんだよね。薄い味のやつ。あ、いいね。いや。あ、ピーマン随分ちょっと日が経ってる。ピザ食べんの？これなんだっけ？バーベキューチキンピザ。うわ、やわらかい。うまい。うん、おいしいよこれ。あ、おーちゃん好きなソース。ちょっとニンニク入ってる。レッドオニオンなんだね、バーベキューチキンは。レッドオニオン、あ、パクチーをよく入れてるね、はい、アメリカは。多分ちょっと時間が経っちゃう。なるほど。バーベキューって言いながらバーベキューソースに絡めてるんじゃなくて、これは
ジャークチキンみたいなスパイスで焼いてるだけ焼いてる。ああ、美味しい。命の水聞いてる。おお。はい、ここペパロニあったって。日本のさピーマンと玉ねぎそんだけ豊富に入れたら。